こんにちは、速稼塾の久保です。まあなんかしばらくね、お金に関することにまた戻ってきたかなっていう気がしますけども、まあ今回はじゃあお金と愛、これね、どっちが大事だと思いますかという問いかけからいきましょうか。お金と愛情、どっちが大事なんですかね。どうなんですかね。まあちょっと漠然とした聞き方すぎるんですけども、まあでも漠然としかこういう質問来ないんですよ。結局お金と愛ってどっちが大事なんですかってね。いや、どっちだと思います、それは。あの、自分の愛情に自信があるんだったら愛だと思います、私はね。自分のお金に自信があるんだったらお金です。それでいいと思います。でもどうなんですかね、世の中的には。わかんないですけども、間違えてたらすいません。お金がないから仕方なく愛と言わざるを得ないのかなという気もします。逆はあんまりないですよね。自分は愛情が薄い人間なんでお金だと思いますみたいなね。なんかすごく悪い人に見えますよね、そう言うと。まあでも私はね、シンプルにあの愛なんじゃないかなと思うんですよ。要するに愛っていうのは、愛情っていうのは、誰かから必要とされたいとかね、もてはやされたいとか、一目置かれたいとか、とにかく自分が温かく包まれたいっていう気持ちと、誰かを温かく包みたいっていう気持ちだと思うんですよ。となるとですね、お金を求めてる人とか、お金が優先ですよっていう人、確かにいるかもしれませんけども、結局そのお金で立派なお家を買ったりね、そのお金がたくさんあることによって自分の安定性とか信頼性とか将来性ってものをアピールすることによって多くの人が認めてくれるっていう、要するに愛情が欲しくってお金なんだと思うんですよ。だからそう考えるとね、非常に寂しい話にもなるんですけども、なんと言いますかね、あの愛情にたどり着こうと思ったら、その過程でお金が必要になってくるってことですよね。愛を表現するのには結局お金がいるんですよ。いや別にね、お金使わなくても愛情の表現できるよって方はすごいと思いますよ。お金なんて全くないのに、自分の立ち振る舞いとかね、見た目とかね、なんかこう知恵とかね、優しさとか工夫とかで愛情を十分示せる人は、お金がなくったって多くの人から大切にされて愛されると思います。でも冷たい、今回ね、コンテンツになるかもしれませんけども、まあ、怖いけど、まっすぐ見つめてみたら、どんな愛情表現にも絶対お金かかってくるんですよ。そのお金の金額が何億とかじゃないですよ。やっぱ数百円とか数千円かもしれませんけども、お金がかかってくるんですよね。大好きな人を温かく包みたいと思ってもお金がかかりますし、プレゼントにもお金がかかる。大切な我が子に不自由させないように物を食べさせようと思ってもお金がかかってくる。そう考えたら、お金がないことによって愛情が表現できないこと、愛で包まれないことっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。お、大和くん来たか。ね、我が家の大和くんでございます。やってきました。ね、やっぱりね、子供もお金がないとね、生まれないし、お金がないと育たないんですよね。で、所得の制限があると、親の思ってる通り、子供の思ってる通り、人の思ってる通り、表現したい愛情の通りにはなかなか無理がたたったりするんじゃないかなと思います。いかがですかね。やっぱりこう否定しきれないところにいつもいつもお金がついて回る、そんな気がするんですけども、花山さんはどのようにお感じでしょうか。それでは、いってらっしゃい。